子ども家庭庁の発足を前に、家庭内暴力や貧困などの困難を経験してきた高校生らが、小倉子ども政策担当大臣に対して、検討はもういらないなどと訴えました。自殺という一言ごっこはいりません。聞くだけではなく、考えるだけではなく、動いてほしいです。検討はもういりません。子ども真ん中っていうものを歌って、子ども家庭庁を設立して、子どもを助けていこうというふうに思うのであれば、どんな子どもも社会が、国が助けていく、そういう思いを、そういう覚悟を持って、これから政策立案を行ってほしいと私は考えています。困難を経験してきた高校生や大学生らは小倉大臣に対し、学費を無償にすることや、子どもが家庭以外で生きられる選択肢を作ることなどを求めました。小倉大臣は声を聞くだけではなく、政策にどう反映したのかをきちんとお伝えしたいとしています。